どうも、金銭買い物です。パソコン。ウェブデザイナー。いや、無理だろ、お前は。というわけでですね、今回、まずラビーの都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を塗ります。お願いします。ナイスです。どうも、お願いします。いやー、ミスター関、実績、阿部寛のホームページ。秒で作れるやつだろ、これ。今回の都市伝説は、すでに我々の生活の深くまで入り込んでいる人工知能。あと10年以内に今の技術の1万倍の性能を誇る人工生命体、人工超知能がほぼ確実に生まれるというのね。というわけでですね、今回その人工超知能について触れていきたいと思います。2024年10月、スウェーデン王立科学アカデミーはノーベル科学賞をアメリカワシントン大学のデイビッド・ベーカー教授、イギリス・グーグル・ディープマインド社のデミス・ハサビス CEO、そしてジョン・ジャンパー氏の3人に授与すると発表したのよ。3人は人工知能を利用してタンパク質の立体構造を予測する技術を開発し、 AI に関連した研究が受賞対象になるのは前日の物理学賞に続き2日連続となったのよ。ノーベル平和ボケ賞1位だよお前そしてタンパク質は DNA の情報をもとに20種類のアミノ酸が鎖のように連なり折りたたまれて、それぞれのタンパク質特有の立体構造を作るのね。うわー、このデミス・ハサビス、今年行われた、あの影のサミット、ビルダーバーグ会議に出席してたんだよね。そうそう、らしいよ、デミス・ハサビス、ね、アフリカ人言いやすそうだね。誰でも言いづらいしかし、アミノ酸配列などのデータベースをもとにタンパク質の構造を高精度に予測する AI モデル、アルファフォールドを開発し、これまでは構造を特定するのに何年もかかっていたものがわずか数分で完了できるようになったのよ。ディープマインド社は2014年に Google に買収され、世界最強の棋士に勝利した囲碁 AI アルファ碁を生み出したことでも知られてるのね。人間の脳が計算する原理を計算科学に応用し、深層学習や強化学習などチャット GPT などの生成 AI 登場にもつながる研究成果を次々に生み出してきてる。そして今回受賞した技術のさらに上を行く人工超知能は遠くない未来で実現されようとしてるのね。2024年6月、ソフトバンクグループの孫正義は、近年注力する AI に関して、人類の1万倍の知性を持つ AI の進化系、人工超知能を実現させると表明したのよ。それ大丈夫？いや触れるなその話そしてこの人工超知能を活用し人類を進化させることをソフトバンクの使命だと宣言し、人工超知能の開発が最重要課題だという点を何度も強調したのよ。ソフトバンクがオープン AI に5億ドルを出資予定であり、このままのペースで AI が進化し続ければ10年以内には人工超知能が実現可能と予想してるのね。そして人類では解決できない問題を ASI が解決することで人類を幸せにしたり絶望から救ったりできる可能性もあると期待を膨らませてるのね。しかし2045年に予定されている AI が人類を凌駕する技術的特異点、シンギュラリティがかなり前倒しで早まるのではないかと懸念されてるのよ。また2024年8月、人工知能を使って人間の関与なしに自ら判断して攻撃する兵器システムについて、再来年までに禁止や規制に向けた法的拘束力のある文書を締結するよう各国に呼びかけてる。もう待てないよ誰だてめえは戦場で使われれば民間人の犠牲などを深刻化させる恐れがあると指摘されており、今規制に動かなければ大げさに聞こえるかもしれないけども、 AI に人間が滅ぼされる可能性が真剣に議論されてるのよ。今後国連総会などの場でローズの規制に向け各国が一致できるのか注目されてるのね。え、 AI が唯一困惑するものっていうのがこれです。まばたきと一緒だよだ、伊勢の本当の神はエンリルだってことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には死が